こんにちは、ネタ切れのウルです。今回実家に帰ろうかなと思います。さあさあさあ、白熊と北海道、もう完全なる氷のステージでも巧みに活かしていこう、これで。さあさあさあ、もうやること全く決めてないんで、今回もうこの時間ギリギリまでずっと青鬼から逃げ切りたいなと思ってたら死にました。ありがとうございました。こんにちは、ウルです。今回は迷子になった我が子を見つけに行きたいなと思います。なんかお尻に北海道ぶっ刺さってるみたいになってる。プリティー、めちゃめちゃプリティーだ。さあ、なんかカシャケシャ、もう未だによく分かってない。カシャかケシャのやつをね、こう240秒間ずっと逃げ切ってやろうかと思いますよ。さあ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 、かかってこいよ。おい、オッケー。あぶねえ、あぶねえ、正直焦ったみたいなところ正直あります。あぶねえ、ガチで危ない。さあ、これ逃げ切るっていうだけだからね、全く動画のネタが思いついてないから、とりあえず逃げ切ろうっていう話になっただけなんで。これさあさあさあ、脱出はね、まあしようかしないか、どっちしようかなって悩んだ時期も正直あったんですけど、まあやらなくていいかなということで。さあさあさあ、時間まで逃げ切るよ。なんで今回ね、トークテーマをね用意してね、そのトークをしながらねやっていきたいなと思ってたんですけど、トークテーマがね全く思いつかない事件が発生してまして、ちょっとやばいね、これどうする。そこー、オッケー。やめてやめてやめて、あぶねえ、ガチであぶねえ、ガチやぶ、もう本当に危ない。どうする、これでも、これまた青肉来るよね、どうしよう。今回ね、ちょっと話したいことがあるんですよ。やっぱりね、この氷のステージってことで、氷にねちなんだトークをしていきたいなと思うんですよ。皆さん、お寿司のネタ何が好きですか？僕ね、お寿司はねあんまりね食べれないんですよ。種類がね、食べれる種類が少なくて、なんかハマチとか、なんかイクラとかサーモンとか、こうなんか誰が食べても美味しいよみたいなやつしか食べれないんですよね。なんでいただきます。さあ、あれ一回あのゾーンに入っちゃったらさ、もう逃げ切れないみたいなところ正直あると思うから、これここで舞いたいと思います。ここで舞います。さあ、オッケー、いいよ、めちゃめちゃいい。はい、オッケーオッケーオッケー。ここでね、時間をなるべく稼いで逃げ切りたいと思いますよ、うわほえ。さあ、ここでいきます。オッケー。なるべく差をつけれる方がいいね、やっぱり。これが一番差つけれるんじゃないかな、わかんないけど。で、これ右行きます。いらっしゃいませ。で、こうで取って、いいよ、めちゃめちゃいいじゃん。え、めっちゃ良くない？めちゃめちゃ左行きまーす。オッケー。ミエルコちゃんのあの鬼どこいるんだろう今。めっちゃプリティだな。可愛らしい。笑顔やで、ほんまに。で、左行って、下行こう。オッケーオッケーオッケー。めちゃめちゃいいんじゃない？これめちゃめちゃ良さそう。オッケーオッケーオッケー。これ逃げ切れそうだね。めちゃめちゃ逃げ切れそう。トークテーマなんだっけ？そう、スシローじゃねえ。お寿司みんな何食べる？みたいな話だったんですけど。いやー、なんかおすすめのネタあります？おすすめのネタ。このお寿司めっちゃ美味しいよ、みたいな。そんなのあったらめっちゃ教えてほしいんですけど、なんかね、あんまり食べれないんですよね。でも、量が食べれないじゃなくて、なんかね、種類が全然食べれないだけだから、正直ね、これがおすすめだよって言われたら僕もじゃあ食べます、みたいな感じになれるんで、なんかね、いいのあったら教えてください。なんかいつもね、なんか牛塩カルビみたいな、そういうなんか、もうお魚でもないやつとかたまに食べるんですけど、あれめちゃめちゃ美味しくね、スシローの。めちゃめちゃ美味しいよね。さあ、下行って、なんか前にね、なんかこれあんまり言っていいのかな、よくわかんないけど、やばい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 、言うなって言われてる、言うなって言われてる、ごめんなさいごめんなさい、じゃあ言いません、ごめんなさい、危ない、右に行きます。オッケー、いらっしゃいませ。うわ、やばい、ここのゾーンに入っちゃったらさ、これやばい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 、追いきすぎきすぎ、出口解放、やばい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 、これゴールしちゃう、ゴールしちゃう、ゴールじゃないんです、僕のやりたいことは。ん、下左右、危ねえ危ねえ、マジで危ない。オッケー、で、やばいんですこれ、いや、くんなくんな、いらっしゃい。皆さん、なんかおすすめの趣味とかあります？なんかね、僕ね、よく友達とか、なんか初めてなんか知り合った人とかにね、なんか趣味ってなんかおすすめのありますってよく聞くことがあるんだけど、なんかみんな趣味おすすめある？なんかさ、趣味さ、かっこいい人ってめっちゃ良くない？例えば、なんか、なんだろう、なんか久しぶりになんか同窓会みたいな感じになってさ、おー、ウル久しぶりじゃんみたいな。ウル趣味なんかあんの？みたいなこと言われた時に、そうだね、みたいな。まあ、川でなんか、財布を作ることかなとか言ったらさ、かっけーみたいにならない？なんか他にもさ、なんか映画とかさ、見てたら思うんですよ。なんか、映画が趣味ですみたいな人いるじゃないですか。いや、多分僕もね、映画が趣味ですって言ったら、まあ趣味って、まあ言えるっちゃ言えるんだけど、
なんかもうガチの趣味みたいな、もう映画一筋みたいな人いるじゃないですか。ああいうのめちゃめちゃかっこいいと思うんだよね。なんか映画だけは私を素直にいさせてくれるみたいな、そういう感じのやつめっちゃかっけえと思って。読書とかさ、読書の時だけ一人になれるみたいな、そういうのかっこよくない？だからさ、僕もなんかかっこいい趣味欲しいなと思って、なんか趣味あるかなってざーっと探してみたんですけど、最近まあ趣味って言ったらよくすることじゃないですか。僕最近何よくしてるかなと思ったら、まあ YouTube 以外になるじゃないですか。 YouTube 以外で何してるんだろうと思ったら、まあトイレ行ってるぐらいしかないんですよ。なんでまあ今後なんか合コンとかなんか誘われた時とかあったりした時に、女の子に趣味なんですかウルさんって言ったら、まあトイレですかねって答えるしかないんですけど、みんなどうします？これもう僕人生終わるんですけど。やばい、ギアホース、やばい、逃げ切れる予感しねえわ。マジで逃げ切れる予感しない。どうしよう、もう氷のパワー使おうか。北極熊のもうこの伝説のキャ氷の技を使うしかないですね、これ。なんかさ、やっぱりさ、なんか漫画キャラとかでさ、氷系のキャラってかっこいいよね。例えばみんながわかりやすく言ったら、トドロキショウトとか、まあ、日塚谷藤四郎とか、そこら辺かっこいいよね、氷の力。俺の氷で、こっちまいな、みたいな。ダッセ全然セリフ出てこねえの、ダッセ。俺の漆黒の、氷で、お前も凍っちゃう。やばい、全然セリフ出てこれ、めちゃめちゃダセ。うわ、やばい。危ねえ。待て。今、ふと思い出したんだけどさ、なんか今の小学生ってさ、シャーペンってオッケーなのかな？なんか、やばい。僕が小学生の時は、話させて。僕が小学生の時はね、なんかね、シャーペンダメだったんですよ。で、なんかシャーペンの、形をした、違う、鉛筆の形をしたシャーペンっていうのが、僕の小学校では流行ってて、なんかみんな使ってたんですよ。なんか先生にバレないよみたいな、鉛筆の形してるから、まあ、よくよく見たらプラスチックなんだけど、まあ先生から見る、この遠くからの距離では全然バレないみたいな感じであったんですよ。で、それをね、なんかみんな使ってて、僕も羨ましくて、もういいな、いいなと思ってたんですよ。で、お母さんにこれ買いたいよみたいな感じだったんですけど、どこに売ってんのかわかんなかったんですよ。そしたらね、友達の、裏のルートで、そのどこに売ってるか教えていただきまして、なんか近くのスーパーに売ってるよーっていうのを教えてもらってね、もう早速買いに行ったわけよ。もうお母さんと、引き連れて、もう家族総員よ、もう全員でもう出動したわけ。で、あったのよ、その商品。あったーと思って、よかったーと思って、お母さんもよかったわね、みたいな、売るみたいな感じだったんですよ。で、この商品でもう明日から、もうこれでなんか売るの小学生ライフ、もう楽しんできますわい、みたいな感じで言って、小学校向かったんですよ。で、そしたらですね、使ってて、もう、あれ、売るも買ったんだ、みたいな、売る買っちゃったよ、みたいな感じのトークを繰り広げてたんですよ、小学校でね。そしたら、先生にね、僕の隣の席の子が先生にそのシャーペンバレたのよ。あれ、これお前本当に鉛筆かみたいなこと言われて、友達めっちゃ焦ってみたいな感じになってたんですよ。で、うおーお前何バレとんねんと思って、当時の小学生の僕は思うわけですよ。隣だから。だからね、ちょうどその時も僕使ってたんですけど、そのシャーペンをもう必死に隠して、先生僕はちゃんと鉛筆使ってましたよみたいな、鉛筆にすり替えてバレないようにしてたんですけど、やばい、どうやらバレ、もうガチでギリギリバレなくて僕セーフだったんですよ。で、そしたらなんかもうそのシャーペン持ってるやつ他にもいんのかみたいな感じになった時に、その子がね、他にもいっぱいいます、僕だけじゃないですって、もうチクっちゃったのね。もう耐えられなくて、罪に。だから僕もね、これはやべえ、昨日買ったばっかりだぞ、おい嘘だろ、一日も経ってねえのに半日で僕のこの鉛筆シャーペンライフ終わりかよと思ってて、そしたらね、なんか友達も僕が買ったことを知ってる人があんまりいなかったんですよ。僕が今日買ってきて、昨日買ってきたばっかりで今日使い始めたところだから、もう誰にもバレなくて、なんとかギリギリね耐えたんですけど、いや、みんなもそういうことあったのかな、懐かしいなと思って今トークさせていただいてたんですけど、なんやかんやでもう130秒よ。あー、いいね、半分ぐらい終わりましたよ。もうオッケー、今回逃げ切りたいねって言ってるんですけど、さっきからずっとトイレ行きたいんですよね。僕めちゃめちゃトイレに行きたいんですけど、本当に趣味がトイレって言ってももういいかもしれない。ちょっと待って、トイレ本当に行きたい。やだ、来すぎだろお前、危ねえ。よしオッケー、あと110秒、これ耐えたら終わり。オッケー。さあ、カシャかクシャか、わかんねえけど、ずっとわかんねえ。お前結局誰なんだい、ずっとわかってねえじゃん。やばい。来てるよ。
さあ引きつけてからの上ですね。これがもうプロの技よ。プロだけがなせる技。さあ来いよ来いよ来いよ。いいね、来てるね、どんどん来てるよ。いやもうちょっと早めに来てほしいみたいなところ正直ある。ちょっと待って、バカ来てるな、いいよ。さあ、何悩んでた、お前。優柔不断ボーイズが、お前。おい、待て、さあ、危ねえ、ガチだ。あと70秒。これはもう耐えるしかない。ウルワ、ほい、耐えてって、もうみんなの声が聞こえる。みんなの期待に応えます。ウルワ、ほい。やばい。ガチやばい。ガチ激ヤバなんですけど。激ヤバー、危ねえ。待って、ここでさ、これでいけるんじゃねって言った瞬間にミスっちゃう、こんな人生。危ない。なんか鍵ゲットした。オッケー。上に行っちゃった。やばい。上に行っちゃった。上に行っちゃった。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。